それではジャッジアイズ続きをやっていきたいと思います。まずは、事務所に戻るということで事務所の前まで来ております。それでは行きましょう。おっと、誰ですか、あなたは。あの、仕事のご依頼ですか。はい。はい、田口のり子と申します。源田先生の事務所の方にこちらにお伺うよう言われてきたのですが。ああ、はい、聞いてます。お待たせしてしまってすみません。すぐ鍵開けますんで。改めまして、探偵のキムタクと申します。確か浮気の調査だとか。はい、そうなんです。夫のことでして。夫が浮気してるか、ただ私の勘違いなのか、キムタクさんに確かめていただきたいんです。おー、夫の外出先。わかりました。では詳しくお聞かせいただけますか。私の主人は太平通りの喫茶店ヘビーカフェを営んでいます。開店以来ずっと夫婦寄り添って店を切り盛りしてきました。主人は無口ですけど優しくて、結婚してから40年、浮気どころか夫婦喧嘩もした記憶がありません。そんな夫を疑うってどういうこと。何があったんだ。素敵なご夫婦じゃないですか。ですが半年ほど前から主人がよく店を開けるようになったんです。これまでも店が暇な時は私に店を任せてパチンコや映画を見に行くことはありました。それが最近ほぼ毎日のように何かと理由をつけては出かけるんです。まあでもそれだけで浮気を疑うのはどうでしょうか。新たな趣味を見つけたのかもしれません。あなたくらいの年齢にはよくあることなのでは。はい、私も最初はそう思いました。ただある日休養があって主人がいるはずのパチンコ店に行ったんですが、主人はいませんでした。ため息が深い。ノルクさん、偶然違う場所に行ってたという可能性は。パチンコ店だって何軒もあるでしょう。いえ、それが一度や二度じゃないんです。その後も何度か主人が店を開けていくと言っていた場所に行ってみたんですが、毎回主人はいませんでした。なるほど、それは確かに気になりますね。キムタクさん、主人が店を開けた後どこへ行ってるか調べていただけませんか。そしてもし浮気のしてるのなら、相手がどこの誰なのか明らかにしてほしいんです。相手の素性もお知りになりたいと。はい、あの主人が浮気するような女性がいるならどんな人なのか知りたいんです。知らない方が幸せということもあります。それでも気持ちは変わりませんか。沈黙はい、お願いしたいです。依頼料は8万ということで依頼を出してましたが。ええ、承知しています。問題ありません。ありがとうございます。先ほど申し上げた通り、主人はほぼ毎日店を開けてます。え、毎日開けてんの。もう暇な時言ってたんだから毎日暇ってことですか。今日は最新の映画を見に行くと言ってました。わかりました。では店を出たご主人をつけてみます。よろしくお願いします。店は太平通りのヘビーカフェだったな。行ってみるか。行くか。
テとカフェ。あーあるね。ヘビーコーヒーはここだな。ん？スーツ？あれが依頼人の旦那な。よし、後をつけてみるか。おお、なかなか辛気臭い顔してますね。あ、結構あるの早い。になっちゃう。あの車の後部に抜かれたぞ。こんな小さい看板の裏に隠れてたらバレるでしょ逆に。おい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 、なに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 、なんで戻ってきたの。どうしたどうした。お、携帯。写メ。何を撮ってんの。見れないじゃん。なになに急に。あ、撮った。虹が出てたとかそういうツイートするの。綺麗な虹が出てたよみたいな。やややませんよ。キムタクはいません。あいつ歩くの早いんだよな。え、この柱の裏ちょっとやばくね。この細身な感じめっちゃぶ。のりこの旦那、若い女と喋っとるかな。女だ。やはりご主人は浮気していたのか。しかしけばい女だな。年は結構いってそうだ。結構ズバズバ言うな。今日も赤レンガでいいか。ええ、もちろんよ。お、赤レンガ。あ、移動し始めた。赤レンガって言ってたな。多分赤レンガホテルのことだろう。よし、証拠写真を撮れるかもしれない。ホテルに入るところを、ホテルに入るところを撮るにはどこがいい。ここか、それともこっちか。いや、こっちかも。とにかくあの二人をつけながら写真を撮るのにベストなポジションに行こう。スクープミッションについて。このミッションは事件の決定的瞬間を撮影することが目的です。写真の内容をよく考えてベストな一枚を撮影しましょう。面白い。
なにこれ。え、これは。おった。マリコの旦那、浮気相手、ホテルの看板、ホテルに入る瞬間。こいつらこういう時いいのか。あ、ダメなんだ。はいはいはい。ついなぁ。ここなるぞ、入り口ってなって。これでよしと。夫の顔ははっきり見えないが、まあこれでもわかるだろう。あとは浮気相手の素性だな。ラブホから出てくるまで待つか。あ、確かにこの写真良くない。もう一回やりたい。そういうことか、顔が見えて。あー、面白いねこのミッション。やっと出てきたか。ったく、いい年越えてフルラウンドお楽しみかよ。フルラウンドってどういう意味？時間いっぱいいっぱいってこと？2時間休憩、3時間休憩、フルフルいたってことか。どうやらここで別れるらしいな。都合がいい。女の方をつけよう。よし。旦那の浮気相手、尾行開始。うわー、こいつも歩くの早え。隠れられませんでした。隠れる。嘘や、危なすぎ。ダッシュ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 、ダッシュ。かさあ、ギリギリな感じ。よし。これはお姉さんなかなか振り向きますね。こんだけ雑に尾行されてて気づくとか気づかないとかありますね。それはどういうこと？これは隠れてたのか。後ろ向いちゃうけど、後ろ向いてここに隠れちゃう。さて、え、嘘や、ここに隠れる。え、ちょ、待って待って待って、どういうことやで。よし、このケバい女の素性をね、見つけてやりますよ。何？どういう U ターン？え？おー、怖え。
何何あいつ。どちらに行くんですか、お姉さん。看板を見て、誰もいませんよ。キムタクが尾行なんかしませんよ、あなたなんかのこと。やめてください、振り向くのは。あ、これ隠れられるね、パターンか。おなら、OK。あいつちょいちょい振り向くからな。車の後ろ、OK。看板の後ろ、OK。おっと、終了。あれ、ここはヘビーカーフィー。どういうことだ。まさかカラオケスナック。まあいい、写真もあるし、依頼人に確認しよう。もしもし、のりこさんですか。キムタクさん、何かありましたか。調査のご報告をさせていただきます。これから事務所に来られますか。わかりました。すぐに伺います。では、お待ちしています。よし、事務所に戻るか。これらの証拠からご主人は浮気されているということでほぼ間違いないと思います。やっぱりそうですか。ごめんなさい。それで続きを聞かせてください。はい、それで浮気相手の素性なんですが、この方ご存知ですか。この人。ヘビーカフェの上の階に入っているスナック歌唱族のママではないですか。はい、おっしゃり通りです。私も面識はあります。そんな、こんな近くに浮気相手がいたなんて気づかない私も同化してるわ。気づいたけどね。いえいえ、人間なかなか気づかないものです。特に人間関係は当人でないと分かりません。最初に言った通り、知らない方が幸せなこともあります。ご主人がご近所さんと浮気している、これは事実です。
そしてその真実を求めたのはあなただ。これから先どうするのかよく考えてください。八神さん、キムタクさん、ありがとうございました。すっきりしました。主人とは別れます。そうですか。何も知らず残りの人生過ごすよりよっぽどいいわ。本当にありがとうございました。泣ける。悲しい結末だな。いえ、仕事ですから。また何かあったらお気軽にどうぞ。こんな思いするのは一回で十分よ。尾行した先がスタート地点だったとは、東大元暮らしとはまさにこのことだな。八神探偵事務所と源田法律事務所で依頼が受注できるようになりました。はい。8万でかいね。ピンボールパーラーで遊べるようになりました。マジか。ダウンロードコンテンツ宣伝された。お金払えって言われた。じゃあ次は特にないってことね。おっと、誰誰。わわ、危ない危ない。キムさん。キムさん。八神さん。キムタクさん。どうしたの、そんなに慌てて。待てくれ。おっと。来た。すみません、私行きます。囲まれた。もう逃げらんねえぞ。あれ、お前その服装あれだけど、クーラーの業者頼んでたやつちゃうんか。おう、ようやく捕まえたか。葛西さん。葛西。あ、あなた、しつこいよ。あの子、うちの従業員です。渡しません。蹴られた。わからねえやつだな。あんな冗談は焼肉屋で働かせといたらもったいねえだろ。どういうことだよ。あなたには関係ありません。なあキムさん、外国人のあんたは知らねえかもしれねえが、日本にはこういうことわざがあるんだ。お、なんだ。宝は持ち去れ。え？持ち去れ？持ち去れ？宝の持ち腐れだろ。え？頭悪いんかお前なあ。宝は持ち去れって強盗か。本当だよ。まああんたの場合あながち間違ってなさそうだけど。本当だよ。そのジャージどこで売ってんの。なんだてめえ、タイヤ引っ込んでる。俺はその人の知り合いでさ、目の前で殴られてんのに見過ごすわけにはいかねえんだよ。八神さん。キムさん待ってな。お兄さん、お勉強は得意なようだが、京浜同盟の葛西玄太様に喧嘩を売るって社会勉強がなってねえな。京浜同盟だ。今からてめえの無知さをヤンキー俺が思い知らせてやるよ、優等生野郎。お前本当に知らんのか、八神先生のこと。なあなあ。あ、やばい。外野の女の子を引っつけちゃった。あ、やべ。なめんなよって。せい。なあ、葛西。膝見つけるやつだろ。めっちゃ打ちやど。強制野郎に負けてんだよ、うん、おめえは。とっとと失せるんだな。それとキムさんにはもう手出すな。てめえは絶対ぶっ殺す。
そして景品同盟を敵に回したこと必ず後悔させてやる。もうこっちはヤクザ敵に回したいんだよ。バーカ、それは追い返す時のセリフだ。うるせえくすげえ。キムさん大丈夫？ヤガミさんありがとうございます。キムさん焼肉屋なんでしょ。あいつらが戻ってくる前にすぐにここを離れた方がいいです。いやでもうちの事務所ここなんだよ。それもそうか。ヤガミさんすみません、私のせいで厄介な奴らに目をつけられてしまいました。景品同盟とか言ってたが何者なの。本当だよ。最近カムロ町で暴れ回ってるチンピラの集団です。あいつらすごくたくさんいてヤクザも手を焼いています。そりゃ随分と力のある連中みたいだね。はい、みんなあいつらには困ってます。困ってるか。この店の従業員の女の子もあの火災に目をつけられて悪い仕事を持ちかけられてました。それをキムさんがかばってやったわけだ。男気だね。店長として当然のことです。男気。矢上さん、あいつらに顔を覚えられてしまいました。きっとあなたを見かけたら襲いかかってきます。あ、そういうこと。敵が増えるってこと。まあ、一応気をつけるよ。私ここにいますから困ったことがあったら言ってください。景品同盟とエンカウントバトル、ね、よし分かったよキムさん、ありがとう。逆にねお金落としてくれる敵が増えたっていうことでサンキューですね。お前か従業員って。牛遊園、海藤さんからの連絡はまだ来ないか。どうしたもんか。ブラブラしちゃうよ。おっとドローン危ないんだって。おっと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 、ミレニアムタワーの方に飛んでいったな。ちょっと様子を見に行ってみるか。ミレニアムタワーへ向かうとなりましたが、今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。長時間ご視聴ありがとうございました。次回はあのドローンを追ってミレニアムタワーへ行きたいと思います。また次回よろしくお願いいたします。